はい、今日もアフガン編みやっていきます。はい、皆さんおはようございます。セノンです。最近ね、ここのとこずっとアフガン編みをやっているんですけど、昨日まではこういう平面のね、これカノコ編みですけど、平面に編むっていうのやってまして、で今日はこの両方に針がついているダブルフックアフガン針を使って、輪にして編む、筒状に編む練習。これシート状に編む、こういう平面に編むのは行って帰ってきてて、行ったら戻る、行ったら戻るって編むんですけれど、この筒状に編むのは行ったら追いかけるみたいな感じですね。まあ、ちょっとやってみましょう。私も初めてなのでちょっと勝手が分かっておりません。まあ、とりあえず、基本はまずはかぎ針と同じ鎖目の作り目をしていきます。よいしょ。でちょっと大きめにしようかな。30目ぐらい編みますね。31目かな。とりあえず31目目指します。1、2、3で31目きました。でここから最初は同じようにね、表編みと同じように糸を引っ掛けて裏山を取って糸をかけていきます。一応全部針にかけました。でここで一番最初1目、ここにちょっと印をつけとかないと出発点が分かんなくなるので、ちょい印つけときます。でこっからどうするかというと、なんともう一色糸を用意しまして、はい、これ裏側、こう編んでいたのをくるっとひっくり返して、で反対側のかぎ針を使って新しい糸引っ掛けて、まず1個抜きます。引っ掛けて1個抜いて、でまた引っ掛けて、今度はよいしょ2つ引っ掛けて、これが3目から4目ぐらい残りになるぐらいまでとりあえず進めます。でここまで来ました。まだちょっとね残ってる状態です。で2色の糸使ってるので、こういう状態ですね。じゃあここでまたくるっとひっくり返しまして、今度はこっち側、青い糸を編んでいた方に戻ります。で何をするかっていうと、このよいしょ、これ一番最初第1回目っていうことで印つけておいたんですけど、これをすくってまた息ですね、よいしょ、縦ですね、縦、これを拾って、よいしょ、これを拾って、よいしょ、っていうふうに輪をそのまんま続けて編んでいきます。輪に編んでいるのでだんだんね、こういっぱいいっぱい編んでいくと、どん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 ここがね辛くなってくるじゃない。で辛くなってきたらくるっとひっくり返して、今度はピンクの方の糸で追いかけていくって感じですね。2本ずつ。これを平面もの編んでる時は行きと戻りって言ってたんですけど、これはなんか追いかけるから追っかけ。でまた青いのをこうに持って、青い方を引っ掛けて、またこっち先行しますね。でこうなったらまた今度はくるっとひっくり返して、ピンクの方になって、ピンクの方をかけては引き抜く。これをずっと先に行っては追いかけて、先に行っては追いかけてという感じで、しまった。はい、や2段目からやりましょう。私カノコ編みにしようと思ってたんだずっと表編みで編んじゃってる。まあいいや。じゃあとりあえず2段目、今これ2段目、あれ立ち上がりがないんですよ。ぐるぐると
渦巻き状に編んでいくので、とりあえず今2段目をもう突入しております。ひたすらひたすらこう同じ方向に戻ることがなくって、こっち青い糸で先行して編んで、でくるっとひっくり返して、今度ピンクの糸でこの青い糸を追いかけていく。ここら辺で一回止めておこう。でまた青に戻って、でこっから3段目に行くんですが、3段目からちょっと私鹿の子編みやりたくて、なのでここから表編み、で次がよいしょ、次が裏編み、ではい表編み、模様の決め手はこの青い方、先行する方の編み方をどうするかですよね。ピンクの方はもうひたすら追いかけていくだけって感じですね。息の水色の方はちょっと緩めに編んで、帰りの子は帰りというかこの追いかけるピンクの糸はちょっとだけきつめに編んでいくのがポイントらしいです。これをもうぐる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 とぐる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 とやっていくだけです。棒針で輪っかに編む、靴下とか編む時って棒針をこう 4-5 本で輪にして編みますよね。じゃあその役目、それでこう少しずつ、なんていうの、棒針のこう針を循環させるっていうか、ここまで編んだら新しいと書いて、針に変え、新しい針に変えてとかってやっているのを、まあ、なんていうんでしょう、だからそういう棒針を何本も使うやつとかをこの1本の針でやっている編み方になるのかな。これ編んだらなんかリバーシブルっぽくなるらしいんで、かぎ針でもあるんですよ、リバーシブル編みが。今度やろうかなと思ってるんですけど、でもそうなるとかぎ針で編む場合はかぎの部分が1個しかないので、こう2色目を編む、2色目はその間こうニットリングをつけて休ませておくって感じなんですよね。これはそれの必要もないので、本当に何て言うんでしょう、道具がこれ一本ですね。いやそういう意味では本当楽かもしれない。いやまだ私初心者なんで、しつこい初心者なんで、まだ難しい編みとかは一切やっていないので、なんとか頑張れてますけど、もっと多分追求してったら奥が深い編み物なんだろうなと思いながらもですね、でも今の現時点では、いや道具も少ないし楽だなと思っております。今頑張って表編み裏編みってやってます。で3段目終わって4段目に入るときに、ちょうどやっぱり奇数で作ってるのここ、はい、交互に行けるな。表編みだったところは裏編み、で裏編みだったところはよいしょ、表編みっていう風にやっていきます。普通の私がいつもやってるかぎ針よりは、1段編むのに時間かかります。慣れてないっていうのもあるんですけど、やっぱりちょっと時間かかりますね。ただその分しっかりとした編み地で綺麗にできるので、ゆっくりじっくりやるタイプにおすすめだと思います。で2色の糸っていうか2本の糸使うので、この色の配色でも遊べていいかなと思います。ちょっと今日は余り糸の中で、まあ、適当に選んだので、水色とピンクというね、ちょっと、幼稚園児が大好きそうな
幼稚園女子が一度はハマるピンクと水色の組み合わせになっちゃいました。あ、どうしようかな、最後の、じゃあもう一周したら最後の練習しようかな思ってでしょ。裏、ここが一番最初なので、ここからこう来てこう来てこう来て、これが一番最初だからこれはいいんだ。それで表で来たら、まずピンクの方も最後まで、こっからは、はい、かぎ針と一緒なんですけど、今ここで両方ともね、最後まで編んだじゃないですか。ピンクも水色に追いつけました。そしたら最後水色でもう一周水色でするんですけど、その時にピンク引き抜き編みしちゃいます、一緒に。で次のところも色では引き抜き編み、拾っては引き抜き編みって言ってこう止めていきます。まあ、こういう感じでぐる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 こう輪っか状に筒状に編んでいけますよっていう。あ、これね、このぐらいの針と糸の太さなんですけど、もっと太い針でザクザク編んでってもいいんじゃないかなと思います。これアフガンもある、これアフガンの針って、アフガン編みの針って何号ぐらいまで売ってんだろう。12号ぐらいまであるっぽいですね。なので極太いけるのかな、極太の毛糸も編めると思うので、スヌードとかマフラーとかもいけるってことですよね。で最後ここに、よいしょ、引き抜き編みして終了ですね。カットして、あとは糸始末して終了という。これを自分のここのサイズに合わせて編めば、なんていうの、なんていうの、ここハンドウォーマーになるだろうし、うん、で、すごくしっかりした編み地なので、もっと防寒着系に活躍しそうな編み地ですね。はい。というわけで本日は、行って戻らない、行ったら追いかけるという編み方をする、ダブルフクアフガン編みで、筒状に編んでみました。はい。それでは明日も何かやっていきたいと思います。いよいよラメル編テープ。ラメル編テープは行って帰ってくる平面上に編もうかなと今ちょっと考え中です。それではまた明日も何かやっていきます。それじゃあまた明日。じゃあ。